武です。こんにちは。今日は御前浜です。ここから御前浜橋を渡り、通称羽橋ね、そこを渡り西宮浜まで渡り、ちょっとゆっくりね紹介していきたいと思います。東大阪方面ですね、はい、ちょっと寄りましょうか。西宮大橋が、赤い橋が西宮大橋。これね、この間行ったところがこの中央あたり、あ、この辺ですね。ここまで行ってちょっと休憩した感じですね。この橋を南に行くと西宮浜まで行けるんですが、今日は自転車を使ってポタリングなので、抜け道というか橋を渡ってね行きたいと思います。じゃあでは行ってみましょう。今日も風強いけど、どうかな。天気はむちゃくちゃいいっすね。暑い、もう夏日。自転車でここ通って西宮浜行くってあんまりないんで、あんまりないっていうか来たことないかな。映像の方はどうでしょうかね。今回初めてシネスコープっていうかな、映画サイズの画角で撮ってますけど、初めての試みなんでちょっとどうかわからないです。でちょっとね、 4K だときついんで若干画質を落としてます。自転車で何分ぐらいかかるのかな。はい、信号赤。で音声はどうですかね。ラペルマイク2つ使ってたんやけど、どれも不調で、今回新しいマイクで試してるんですけど、どうですかね、音声ちゃんと入ってるでしょうか。とね、この辺はあと風が強いんでね、どうしても海なんで、で風ひらっちゃうとね、もうめちゃくちゃ割れるんですよ、喋ってる声もね。うん、まあ試行錯誤しながらね、絵が撮れるように頑張ってます。これはどっちに行くんや。右か。工場地帯っていうのがあるからちょっとうるさいね。でここを左と、あとまっすぐかな。青、OK。
あとはまっすぐ650メーターぐらい、自転車で10分ぐらいか。別になんちゃないですね。まあ最終目的地が今も西宮浜入ってるんですけど、あと5分ぐらいでヨットハーバー着いちゃいそうなんで、まあ目的地は新西宮ヨットハーバー。ちょっと景色いいんで、この道は車があまり通ってない、時間的なもんかな。まあ、ゆっくり走ってるんでね、ポタリングっていうぐらいやから、ポタリングっていうのは、あてもなく、自転車で散歩みたいなね。で、もともと僕、自転車が遅いんで、歩くのも遅いですよ。自転車はもう普通に、ね、僕よりもっとおじいちゃんにめちゃめちゃ抜かされますもん。歩いててもね、めちゃめちゃおじいちゃんに声かけられますよ。マイペースというか、ちょっとね、まだ手術の後遺症っていうのかね、そういうのもあるし、まだリハビリ中って言ったらリハビリ中なんですよね。あ、今ちょうどいい感じやな、なんか無音で。ずっとこんな感じやったらね、多分音声も入るんやろうけど、なんせ西宮の浜は、風が強いんでね、浜風、南風ですね。信号ないやん、危ないやん。ここはね、大通りから一本、東の筋ですね。はい、もう到着ですね。ここも信号ないやん、危ないな。ここのヨットハーバーは何回か来たことあるんですけど、どこに止めるの？自転車で来たことない。なんかガランガランみたいな感じ。景色のいいとこどこやったっけ。あそこ自転車止めれそう。どうなん？自転車はバイク乗り入れ禁止、ラジコン禁止。自転車書いてないね。自転車行けそう。どこまで行けるか知らんけど、行けるとこまで行ってみよう。レストラン的なもの、左側に映ってるのが、やってないのかな？休館になってるね。ヨットだらけ。あ、そらそうやな。ええ加減にせんかい！ここが、ひょつきあたりか。しっかりそう。西日でどう？ちゃんと映ってるかな？ここも行けるんや。ここ通ってみようか。あー、気持ちがいい。自転車は OK みたいですね。何も書いてないですね。もっと景色がいいように思えたけど、そんなことないね。あれ、場所間違ってたかな。なんでやねん。鳴尾の方か。鳴尾浜が景色良かったんかな。もうええわ。まあ、こんな感じですね。これはから下に降りたいけど、
一回こっちがどこまで行けたかな。ここの左側の海沿い、木の床のところ、それがどこまで行けたかなと思うんですよね。多分向こうから来れたのかな。みんなまったりしてますね。階段に座って読書してる人が結構多いですね。あと歩いてる人、歩いてる人って言ったらおかしいな。ウォーキングか。走ってる人いない。自転車もいない。これ突き当たり防波堤、これ行けたかな。立ち入り厳禁って書いてねえけど、こっから入るなってことやね。多分釣り人とかやね。あ、こうはいけるわ。いけたいけた。そうそう、ここが多分景色良かった。こっからもね、帰れるんですよ。ぐるっと回れる感じ。ほらほら、みんな釣りしてる。ほら、景色いいでしょ。ここはカゾク連れで魚釣り。左側が芦屋浜。あ、景色いいなここ。今これ北向きね。山が六甲山脈。何これ、なんか落ちたんねんけど。前の中何あれ、石、コンクリート。危ないなこれ。なんでこんなとこ置いてんねやろ。怖いな、こんなもん夜危ないやん。はあ、今日はね、なんか異常に暑い。もう半袖でいけるわ。これね、左が芦屋方面、ちょっと景色が綺麗ねんけど、逆光やからね、泊まって撮りたいなと思うけど、正面の阪神高速、あのガード下からちょっと撮ってみようか。あそこからやったらいけそう。あ、ここはなんか朝歩きたいね。自転車もいいけど。釣りもええね。釣りも長らくしたことないけど。お、なんか跳ねた。魚が跳ねてる。これ今走ってるのが西宮浜の一番西側ですね。ただこっちからでも来れるんですけど、まあ羽橋を通ってね。まあこっち側通っても結局羽橋行くんやけど。まあそうやね。
車のノイズとか嫌うんやったらこっち走ってる方がいいよね。うん。ああでもあれか、ガード下まで行くと逆光は防げるけどって感じか。ちょっとじゃあ一回この辺で止まってぐるっと回ります。ちょっと六甲山脈も撮りたいよね。うん、ちょうど橋の下加減納豆でしょ。あそこやっと取れるかなとか思うね。あれ、これ行かれんやつか。行けんかったっけ。階段や。これまだ上がね、上あるんですわ。ちょっと上がってみましょうか。前こっから来たのかなあ。あ、そうやそうや、だいぶ前にね、こっちから来た。そう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 、こっちから行くと元の場所に戻れる。うん。で、ここはもう西の宮かな。で、こういう歩道ね、遊歩道行くと新西宮ヨットハーバーに行けます。うん、こっちのルートが良かったね。この道からこうね、さっき来た羽橋のとこまで行きますね。よし、じゃあ来た道帰りましょう。ここやと多分音声も綺麗に入ってると思うし、綺麗な絵が撮れてんちゃうかな。まあ、若干風はあり。はい。で、なんでスーパースコープ、シネスコープで撮ってるかというと、上と下に黒い帯が出るでしょ、映画サイズやから。そこにテロップ入れれるかなと思って、まあちょっと実験ですね。うん、まあ動画見てあかんかったら通常のサイズに戻しますけど、まあその辺もコメントでね、教えてくれれば嬉しいです。あー気持ちいいわ。ここ椅子持ってきて座ってビール飲んだら気持ちいいな。カモメ。これは違うな。これはウカ。カモや。カモがつがいでおるね。で、飛んでるのがあれカモメなんかな。なんか
海へダイブしたりしてる。ほらさっきの不気味な真ん中にコンクリート置いてあるみたいな石か。なぜここにある？この不思議やね。打ち上げられたわけでもないやろし、なんで置いたのかがわからないね。上から投げた？いたずらで？そんな感じかな。なんか不自然やね。これね、これこの石ね、紛れもなく石やな。ごめんね、ちょっと通らしてね。すいません。いいえ。こんな感じです。あ、ここも水がきれい。どうやろ、こっち側から撮った方がきれいのかな。ちょっと今回からね、まあ画角もそうですけど、マイクもそうやし、ちょっとこっからさっきの油を、危な、チェーンが外れそうになった。どこまで話した？そうそう、画角もそうやし、マイクもそうやし、まあいろいろ変えてるわけですよ。まあいろんな意味でね。本当はね、4K でやりたいけど、いろいろ負荷かかっちゃうんで。はい、これがさっきの来た道の上側の道ね、遊歩道。この道を変えると、羽橋にぐるっと回れると。まあ、来るのは、羽橋から10分、15分で来れるけど、まあ、ぐるぐるね、ぶらぶら、ポタリングやから。まあ、何分の動画になるんやろ。30分ぐらいは、多分カメラ回ってるんやろけど、こんな映像ばっかり見とってもね、みんな飽きるやろしね。こんなに綺麗な絵じゃないし。こんにちは。今の人はこんにちはって言ったけど、あ、こんにちはって帰ってきたって知り合い知ってる人かな。どんな感じでしょうか。綺麗に撮れてるでしょうか。まあ今日は天気もいいんで、青空で、ね、その青空が反射してるのも青いし、そろそろ、正面の真ん中あたりに、前回で撮ったところ、宿川オアシスロードの南側、高露園浜ですね、お前浜ですね、それが見えてきました。今の人もなんかこんにちはって言ってなかった。一応会釈はしたけど、
何やろうか、結構そんなあんのよね。人と間違えられたりとかね。はい、これがさっき、この下で影になってるとこを探してた阪神高速3号神戸線のガード下ですね。あ、ここハイキングコースになってんねや。知らんかった。あ、こっちが上のかの道の方が綺麗な。あ、なんか遊園地ある。こんなんできた。全然知らんかった。ほら、なんか、え、遊園地違う、公園、公園にしたらちょっと立派やな。行ってみようか。こんな綺麗くなかったけどな。こんなベンチもなかったし。ああ、今工事中やからずっと作ってたんやね。うん、この右手に見えてるのがね、どうやら公園ですね。なんか立派な遊具。最近できたんかな。あ、面白そうなんな。今度一回ここで、あ、でも子供の邪魔になるの。邪魔したらいかんね。楽しそうな遊具があんねんけど、タケコに一回濡らしたろうかなと思って、今ふっと思いついたんやけど、ちょっと邪魔になるな、子供さんのね。はい、どうですかこの景色。綺麗でしょ。結構人いるね。こうやってね、左側に花見えるでしょ。花壇っていうの。ここで休憩したりね。ベンチはなかったんかな。ベンチあったっけ。まあ海からよりも、そうやね、こっちから見る方が綺麗ね。はい、一番手前の左側のビーチが、あれが高露園浜ですね。で、宿川と越えて、お前浜公園、お前浜ですね。あ、ちょっとね、西向きたいんですけど、六甲山脈三景美しいんですけど、ちょっと西日逆光で無理ですね。こんな施設なかったよ。これ何、これなんか知らんうちにいろいろできてる。何やろ。公園利用のルールとマナーやから公園なんやね。なるほどね。まあここやったら、この公園やったら、今日みたいな日やったらね、夕方夕日きれいんで、夕日見ながらね、ビール飲んでね。ここが多分ね、BMX か、モトクロス練習場かなんかよね。今使われてないのかな。で、ちょっとしたスケートパークがあるんですね。コロナ始まって、まあ、自粛になってからが結構ここ、若い子たちが、スケーターたちが集まるようになってきたね。それまでは、ここはもう使われてないみたいな感じやったけど、ほらスケートやってるでしょ。
まあ、ちっちゃない。ここは無料でしょ。お金いんのかな。うん、無料ですね。バスケットも、うん、まあこういうのはありがたいですよね。若い子たちにとってみればお金はいらないし、ここは空き地、ここなんかまた建つんかな。あ、見えてきたね。宿が左側が高露園浜で、宿側があってで、お前浜ですね。で、正面に映ってるのがこの間説明した西宮砲台ですね。うん、結構ぐるっと回ると30分ぐらい、うん、いい汗かけますね。左手に見えてるのがお前浜と、正面が赤い橋が西宮大橋で、手前の白い橋、あれがお前浜橋、通称羽橋ね。まあこんな感じですね。もうちょっとで、スタート地点に戻ります。夕焼けね、まあ、今度ちょっと撮りたいんですけど、夕日がね、あの赤い西宮大橋に反射してね、あの橋もね、もうすごい色になるんですよね。朱に染まるというか、うん。夕焼けの時間も微妙やしね、ずっとね、西の空向いてるわけちゃうから。うん、こっち側のルートの方がいいね。のんびりできて気持ちがいいね。これが前浜橋、羽橋ですね。はい、こんな感じですね。羽橋到着しました。スタート地点ね、うん、こっから始まったんで、こっちが東方面ね、北方面で、正面に見えてるのがお前浜で、映るかな、六甲山脈があって、こっからはね、兜山映らないですね。で、西芦屋方面は逆光で無理やね。はい。ということで、今日はこれで終わりになりますが、暑い。汗かいた。もう半袖で OK。うん、次回はね、まだ見て、まあまだね、自粛中なんでね、飲食も行きたいんやけど、なかなかね、酒も飲まれへん状態。だから別に打ち飲みやってもいいかな。まあ企画の一つで。まあそれを、そんなことも考えつつ、まあいろいろね、ちょっと西日でね、めっちゃ眩しいよ。うん。これ色変わるメガネやからもうめっちゃ濃いでしょ。ずっとサングラスって思ってたでしょ。違うんですよ。これね、なんていうの？超光グラスっていうの？うん、サングラスになるやつ、紫外線に当たるとね。まあそんなことどうでもいいけど、うん、まあそういうことでまた
次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.